えー、最近東京都のコロナのです、ねえー、感染者数というか PCR 検査の陽性者数が100名とか200名とかなってきたということでまた何かコロナについてですね、えー、テレビなんかではなんか感染の拡大に伴いとか言ってです、ねえー、やってますが、えー、テレビとか新聞というのはデータを提供してくれるところなんじゃないですかね。 人を脅すとかそそのそのデータの解釈だけを芸能人とか有名人に語らせるところじゃないと思うんですよねそれで私はこの頃コロナについてあまり論評しなくなったんですけどそれはまあ一つにはコロナが終焉してきたっていうこともあるんですけどももう少し大きな理由はですね何でしょうデータが出てこないんですよねでデータが出てこないときに えー、話をするってことは科学者にはできないんですよ、科学的な話はできませんからね、恐れとか希望とか利権とかいう話はできますけど、えー、っと実際に私はですね、多くの人が知りたいのは、どういうふうにな,なってんのか、自分の身に危険が迫ってるのか、家族のことを考えなきゃいけないのかっていうようなことじゃないかと思うんですよ、まず第一に。そのために、国民が必要とするのはデータなんですよね。 例えば今簡単に言いますとね東京都は今こう盛り場っていうかホストクラブなんかを中心として狙い撃ちして PCR 検査をしてるんですね。この結果についてはきちっとしたまずデータが公表されないんですよ。どういうところを狙い撃ちしたのかそれとも狙い撃ちしな,いのしなくて全体的に測定したらこうだったのかっていうことをまずは出さないんですね。ですから 町の人は何つってるかって言ったら「あれなんか新宿の盛り場ばっかやってるけどえホストクラブなんてほんの一部じゃないの?」って「まずはやるべきのは都庁じゃないの?」って言ってるわけですそ,のその通りなんですね。都庁とか,かランダムに、えー、抽出した人をやって標準的に PCR 検査の陽性者っていうのはどのくらい出るのかそれからもっと知りたいのはですね PCR 陽性者は 発熱したのかってことこですねもちろんあのくしゃみとか咳なんかもあるんですけどもやっ,ぱやっぱりこの、えー、コロナウイルスぐらいの発,発病って言うとやっぱり発熱なんですよね38度ぐらいの熱が出る PCR 陽性者の何割ぐらいが何パーセントが、えー、発症、まあ、つまり発熱が一番発症でもはっきりするんですが発熱したのかということのデータすら出てこないんですよ。 何しろ PCR でで陽性者がいいたっていうことだけなんですよ。そしたらそれに加えて今度は、えー、知事さんとかそういう人がけのわかんないこと言うもんですからねあの芸能人もそうですけど、えー、っと例えば兵庫県の知事が、えー「全ての最悪は東京からだ」で。で東京からだって東京に患者さんが増えてるかどうかもわかんないんですよ。PCR の陽性者が あのまあ100人とか200人になったってことですからねそれは東京は、えー、1000万人以上いますから狙い撃ちして PCR 検査をすれば必ずそれは陽性者が出てくるわけで <laughs> でまたこれがデータが2つあるんですよ、えー、とある学者が PCR の検査数と陽性者の比率を見ると下がってるっていうんですよある人はそういうことゃこれ東洋経済新報の人だったかな そんなことで油断させちゃいけないっていうコメントを出したりしてるんですね。それから、東洋経済新報社が出した東洋経済オンラインのデータっていうのは最初の頃非常に役立ったんです。なんで非常に役立ったかってったら、他が感染者しか出さな、出してない時に患者さんの数を出してたんですね。重症者数と。ところがそのうち患者さんの数を出さなくなり、 えー、要重症者数なんてひどいことにずっとマイナスになってるんですね。いろいろ解説はしてありますけども、統計的な普通の科学のデータの整理の仕方とは全く違うんですよ。あの科学の整理ってもっと簡単できちっとしてるんですね。重症者の数っていうのは、その日の重症者の数って言ったら、重症になった人の数なんですよ。で重症っていうのは、例えば集中治療室に入ったとか、人工呼吸器をつけたとか。 発熱が、ひどい高い発熱が何,何日以上続いた人って、まず定義をして、それ,でそれに基づいて、重症者数を毎日数えて、数えてるのなかったらそれないっつって、そこは測定不能にしときゃいいんですからね。発表なかったら。そうにしなきゃいけないのに、まあ、厚生労働省の発表かなんかに引きずられて、ずっとマイナスになったりしてたから、もう話にならないんですよ。それから、重症者数がすごく少なくて、 死亡者数が多かったりしますからね。死亡者コロナウイルスの死亡者っていうのはまあ実際上はほとんどいないんですよ。だってコロナウイルスで死ぬ人っていないんですからね。コロナウイルスがこじれて肺炎になって亡くなるとかコロナウイルスがこじれてもともと腎臓病の人が腎臓が悪くなって亡くなるとかいうことなんでその腎臓病で亡くなった人が本当にコロナウイルスがきっかけだったかどうかっていうことはちょっと慎重に考えなきゃいけないから。 死亡者数っていうのはやっぱりこういう時はあんまりはっきり分かんないんですよ。一番いいのは重症者数なんですね。ですから、まあ、PCR 検査してもいいですけど、PCR 検査陽性者数っていうのは一つありますね。それから実際に発熱して病気になったっていう人があります。これが一番重要ですね。いつもこれなんですけど、インフルエンザの発病者数、まあ普通は患者数なんですけど、それから新型インフルエンザの患者数。 それから重症者数、この3つぐらいですね、あのもう重要なのは、まあ、感染者数はあまり重要じゃないんですが、まあ、そういうことをきちっと発表してくれるということが重要で、そのデータがなくて、えー、感染者数が増えたのは、感染者数ということ自体が PCR 陽性者数をまた間違って言ってるっていう状態を続けちゃ、やっぱりそれはだめなんですよね。 だから私なんかもう計算もできないどういうふう状態になってるかも今わからないわけですよ。これだけネットが発達しテレビはまあ新聞は山ほど言っててもう毎日のように報道してるのに人の不安を煽ることしか言わないんですよそれからも,もう一つ今度で九州の水害のこともそうでしたしそれからこの,ピあの新型コロナウイルスもそうなんですがちょっと有名人芸能人が発言しすぎますよ。 発言しすぎるたって、わからないことを発言してるわけですよ。ある高名な芸能人がですね、えー、コロナウイルスの学問的なことを言ってました。その学問的なことを勉強されて言ってるならいいけど、内容は全く違うんですね。それからもう一つは、まあ、やっぱり5月頃一段落したんですから、それまで言ってたことの反省っていうかですね、考え直しを言わなきゃいけないわけですね。例えばあの、自粛で随分言いましたよね。8割自粛しなきゃいけない。 NHK なんかそれに乗って上からなんか写真かなんか撮って「まだ7割5分であともうちょっとですね」とか言ってたわけですよ。でこれについてもちろん理論的に間違ってるっていうのは僕の方で指摘しましたが衝突の理論その出会いの理論っていうのはもうきちっとしたものがあってですね、まあ、事情に比例するわけですから、まあ、55%の人が自粛すればトータルの衝突確率は2割以下になるわけですね。 だからそれをきちっと今からそういう学問的なものを整理する必要があります。えー、っと何か何もしなければ85万人が重症化するとか言った先生がいてですねその先生の論文を私読んでみたら何だと思ったんですよ。だって学問っていうのは今まで発達したものをきちっと利用してそれを整理して誰でも納得する形で発表するのが普通なのに。 もうね出会いの理論衝突の理論それから反応の理論を全く勉強してないという論文なんですよだからまあ言えばでたらめ計算なんですねただ大学の先生が計算したからっていうんで新聞が取り上げるしかもその結果が偉くセンセーショナルだから余計に取り上げるということになったわけですねまあ8割おじさんとか言ってるけど8割おじさんの8割は何言ってんのって感じなんですねそれでもう一つ言わせてもらえば 私がその担,担当の研究してたらもういっぱいその興味あることがあるわけですよ。例えば出会いの数っていう点じゃですね日本とヨーロッパアメリカじゃ全然違うんですね。まず第一に人の出会いが問題であればすぐ私が計算するのは人口密度あたりのこの感染者数っていうか感染者はちょっといい加減なんで患者数なら患者数。それからその電車通勤が主たるて 国と自動車通勤が主たる国では接触面積全く違いますからね。それからオフィスの単位、単位面積あたりの人の数、まあオフィスの人口密度みたいなもんですね。それももちろん、日本では1.5メートルオフィス離しなさいとか言ってるけど、例えばあの一つの例としては北欧のスウェーデンなんかはですね、日本の人口密度の19分の1ですから。 人口密度だけでもう95%の人が自粛している状態なんですよね。ですからそういうところが日本よりか相当数感染が多いんですよ。病人が多いわけですね。でこれは世界的に言ってもそうで世界的に見て人口密度に全く依存しないんですよ。そうすると国平均の依存人口密度に依存しないなら都市の人口密度かと思うと。 これは今度はに日本のデータがあるんですけど日本における大都市と地方都市の感染にはさほど変化がないんですねだから私はねここまでデータが出てきたらその出歩かなければ人の接触があの少なければとか3密とかですねマスクをしろとかこういった類の密閉空間密接したところで感染するって言った人が 自粛による経済損失の賠償すすべきだと思うんですねなぜ賠償すべきかというとですね学者っていうのはもともとデータがない時に言うなら理論なんですよ当たり前ですけど学者は理論で言うかデータで言うかなんですよで理論も衝突の理論も勉強してないでそして自粛を言ったりそれからデータを見てもそれから修正しなかったりするんだったらこれは故意の作為的な これは今度はもう犯罪なわけですよ。皆さんがあのスタップ、日本社会がスタップボーの時にものすごく騒ぎましたよね。学問的に不誠実なのは駄目だと。もう吊るし上げて吊るし上げて、自殺者を出すまで避難しましたよ。あの人たちは今どうしてんですかね。あそこで避難した人たちがいるんですよ。学問の倫理を振り上げて、避難した人がいるんですけど、その人たちは、 この衝突の理論を無視したり、それから人口密度とかそういうことに対する検討が甘くて、多くの人に非常に多くの恐怖心とか、経済的損失を与えたことに対して、なぜ批判しないんですかね。非常に問題だと思います。それで私はここにもうたまらずですね、まことコロナと書いたわけですよ。で、せめてここのブログでですね、えー、ここの、ここまでデータがありますと。でこれはこう言えますと。 ここままで理論はこうありますと。だからここまで言えますっていうことの展開をしていこうと思うんですよ。そうしないとこのままいくとですね本当に何ちゅうか中性的噂だけ <laughs> あの町に悪い病気が流行ってるらしいぞっつってあの町の人を皆殺しにしようとてのはそんな感じのレベルの国になり果ててしまったと私はそういう状態の日本というのを見たくないですね。